続きまして安芸市観光特使掛布正幸様お願いいたします。以上の皆様によりまして点灯式を行います。私のどうぞの合図で皆様それぞれの前にある岩崎弥太郎生誕記念キャンドルに点灯をお願いします。皆様ご準備はよろしいでしょうか。それではどうぞ。記念キャンドルに明かりが灯り、すべてのキャンドルが点灯いたしました。安芸キャンドルナイト2019志の日、ただいま開幕となりました。